DJ のグノスピン TV、 お疲れ様です。ディスコミュージック、クラブミュージック研究家の DJ ぬくです。この動画ではディスコミュージック、クラブミュージックにまつわるあらゆることを探っていきます。今日深掘りするのはアメリカのソウルコーラスグループ、ザ・ウィスパーズ。さあ、このウィスパーズ、1987年に LA& ベイビーフェイスがプロデュースした Just Gets Better With Time、 このアルバムが大ヒットしました。そしてこのアルバムの中に収められているロックが印象的なロックステディ、この曲はですね、もちろんディスコフリーク、クラブフリークにもおなじみの一曲で、 R&B チャートはもちろん1位をゲットしています。90年代も結構活躍していたウィスパーズ、彼らだったので、まあ世代的にですね、僕はですね、ウィスパーズといえばどちらかというとブラコンアーティストっていうようなニュアンスが強かったです。ただですね、彼らを突き詰めると、いやはやブラコンどころでは収まりきれません。彼らのデビューは1964年になります。僕はまだ生まれてません。で、R&B チャートでトップ10入りを果たした楽曲が、全部で15曲あります。そして、アルバムは8枚のアルバムがトップ10入りを果たしています。ウィスパーズオリジナルメンバーはウォルター・スコット、ウォーレス・スコットの双子の兄弟、そしてコーディ・ハーモン、マーカス・ハトソン、ニコラス・コールドウェルの5人、カリフォルニア州のワッツで結成されています。デビュー当時はオーソドックスなソウルコーラスグループとなっていますが、残念ながらですね、この初期のメンバーのマーカス・ハトソンさんとニコラス・コールドウェルさんはすで、にお亡くなりになられています。現在はですね、この、スコット兄弟と、リービル・ディグリーの3人で、構成されています。このグループ名のウィスパーズ、日本語で言うとささやき、ウィスパーズ、ささやきーず、ささやきーず、もうこのグループ名はもう彼らのためにあると言っても過言ではないですよね。そしてリードを取るスコット兄弟なんですけど、これやっぱり双子で、まあ、見た目ももうほぼ同じなんですよね。なのでかどうかわからないですけど、このハモり具合がちょっと秀逸なんですね。実はですね、20年くらい前に彼らのライブを見に行ったんですね。で、席がですね、なんとですね、ど真ん中の一番前、もう間近でもう彼らを見させていただいて、まあですね、ライブの方は一切手を抜きません。もう全力で歌ってくれてました。ライブカフェでのライブだったので、まあ彼らとの距離がですね、もうほぼほぼ1メートルぐらいっていう感じでした。で、ライブカフェの最前席あるあるで、彼らのですね、まあ、スコット兄弟の盛衰の洗礼を浴びました。彼らのパフォーマンスは、まあ、基本スコット兄弟2人が、まあ、前に2人立ったり、まあ、両サイドにいたりっていうような、形で、まあ、このスコット兄弟2人がメインボーカルっていう形で務めているんですけど、この2人が入れ替わっても、これはまあもうわからないです。はっきり言って。ただ、入れ替わっても問題ないです。そして、残りの3人、後ろの3人は、軽くコーラスをするんですけど、ほぼほぼ踊ってます。っていうか、めっちゃ踊ってます。なんかですね、数年前に僕、ある日本人のグループのアーティストのライブに行ったんですけど、その時に気づいちゃったんです。前に2人で、後ろにダンサー。これは、エグザイル。ウィスパーズは、エグザイルスタイルだったんです。いや、エグザイルは、ウィスパーズスタイルだったんです。今はですね、3人となったウィスパーズなので、まあ、3人横に並んでパフォーマンスは行っているみたいです。で、ディスコでオンエアされていた曲って、まあ、他には、And the Beat Goes On とか、It's a Love Thing、I Can Make It Better、で、This Kind of Loving など、たくさんのディスコヒット、クラブヒットはありますけど、僕がですね、よくスピンしていたのは、1980年にリリースされたアルバム、イマジネーションに収められている、アップオンソウルトレイン。この曲はですね、そうです、タイトルに入ってますよね。ソウルトレイン。もうソウル好きな人にはおなじみの TV ショー。ドン・コーネリアスがホストを務めるあの TV ショーです。ソウルトレイン。
このソウルトレインの1980年から1983年までの、テーマ曲になってたんですね。でしかも、もうドン・コーネリアスさんが直でプロデュースをして楽曲を作ってます。まあこのアップオンソウルトレインめっちゃ上がります、盛り上がります。もうディスコ DJ は必須のナンバーです。そしてですね、まあサンプリングとかって言ったところでは結構まあサンプリングもされてるんですけど、ですね、まあ一般的にというか、まあかなり大ヒットした曲で言うと1997年にウィル・スミスがリリースした、マイアミで、もうもろ使いです。もうもろにこの And the Beat Goes On を下敷きに、ウィル・スミス彼がラップしてます。めちゃくちゃかっこいいです。ディスコナンバーも最高なんですけども、やはり彼らの名前はウィスパーズですから、ささやきーずですからね、あのバラードは本当にねやばいです。どのアルバムにもほぼあの彼らのバラードナンバーは入ってるので、ぜひ聴いてみてください。あのですね、本当に、優しい気持ちになります、すごく。まあこれウィスパーズの特徴だと思うんですけど、癒されます。で、バラードで僕がおすすめしたいのは、1997年に、彼らをプロデュースしたベイビーフェイスの楽曲をウィスパーズが、カバーしてアルバムを1枚リリースしてるんですね。ソングブックボリューム1、Songs of Babyface っていうタイトルでリリースされてます。その中で、あの、ジョニー・ギルさんに、ベイビーフェイスが書いた、マイマイマイっていうバラードがあるんですけど、これをですね、歌ってるんですよ、ウィスパーズが。これまたやばいです。はい。パフォーマンスで言うと、1989年、アメリカのワールドシリーズで、彼らは国歌を斉唱したりとか、しています。あとですね、2014年には、R&B の殿堂入りも彼らは果たしてるんですね。ということで、今回はウィスパーズを掘り下げてみました。いや、ディスコとかクラブでもですね、もう本当に、もうかなりの率でスピンされてきた彼らなんですけども、僕はやっぱり一回ライブを、拝見させてもらってるので、もう一回やっぱりライブは見てみたいですね。やっぱりスコット兄弟のあの双子ならではのハモリ、癒し系の声、まあウィスパーズ、ささやきーずですから、あのぜひ、あの本当にね、あの機会があったら皆さんもぜひライブ、機会あるかな、もう来たら絶対に行ってほしいぐらいの本当にあのライブだと思うので、ぜひ見てみましょう。このチャンネルではディスコやクラブにまつわるあらゆることを深掘りしています。ディスコフリーク、クラブフリーク、ソウルミュージックが好きな方、 R&B が好きな方、ぜひですね、チャンネル登録の方をよかったらお願いいたします。どうぞ。さあ、そしてですね、あの、また皆さんが知っている情報だったり、持っている情報、僕が、知らない情報とか、ウィスパーズのね、今日の話しましたけど、ウィスパーズはまあこんなネタもあるよとか、ぜひぜひあのコメント欄に、書いて教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。そして今回ですね、このウィスパーズだけの楽曲で30分のノンストップミックスを作成いたしました。で、私のミックスクラウドの方に上げています。ぜひですね、説明欄の方に、バナーの方を貼っていますので、そちらから飛んでいただいて、ぜひぜひ、このウィスパーズ、どんな楽曲をリリースして、どんなこのスコット兄弟が声なのかっていうのを、ミックスの方で確かめていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして、私がプロデューサー、ディレクター、DJ を兼務しているラジオミックスショー、ラブ FM スピンザホイールもぜひぜひチェックお願いいたします。ラブ FM スピンザホイールです。ラジコでぜひチェックお願いします。毎週土曜日、夕方の4時から夜7時までの放送となっています。ライブミックスショーです。よろしくお願いします。それでは DJ ヌクでした。 DJ ヌク エクスクルーシブミックス。